ここはミスになった。大黒シュート決まった。京都のミスから大黒が追加点を挙げました。2対0。大黒が狙っていました。栃木は最高の形で2点目を奪いました。いやシュートうまいですね、あの距離からね。素早くキーパーの位置見て、まあ不用意でしたね京都からするとね。ここがまあ一つウィークだって言ってたところかもしれないですね。